文鮮明ね、文鮮明と安倍晋三、麻生ね、あとトランプとか、まあ、岸田ね、岸田総理ね、あと天皇ね、まあ、もうグルだよね、グル。偽物のメシアだってことね、統一教会の、教祖ね、文鮮明は偽物だってことね、そこに加担する、ね、まあ、岸田も、すべて、もう安倍も、ね、麻生太郎もね、もう全員、偽物。これなぜかっていうと、まずね、よし、すみません。ヒゲさんでます。あると申し上げます。これまずはね、先ほど岸田が、ね、岸田総理が、すみません。岸田総理が5万円給付するって言ったね、9月9日。ね、低所得者層ね、住民税を支払わないね、低所得者層に対して5万円給付するって言ってね、5万円ぐらいで、ね、ってことですよね。桁がちげえだろって、まず丸がついてねえよみたいなね。それぐらいで、ね、国葬をやらせてくれみたいな感じじゃん、ね、そんなの許されないよ、ね、一般市民から搾取してね、税金だけじゃない、ね、消費税も10%になってこう利上げして、ね、みんなが疲弊してるっていうところで、ね、5万円、ね、その低所得者層に給付するぐらいで、国葬が許されるかって言ったら、その16億円で終わってからまたどうせ蓋を開けたらもっとかかってたってなんだろうって、ね、まあ、噂で100億円超えるって言われてるね。で、そうやって、日本国民に借金を背負わせる形だから、ね、今までもそういうふうにしてきたんだろうと。ね、自民党、与党、野党、ね、関わらず、関係してた、統一教会に関係してた議員が、ま、約200人ぐらいいると。ね、下関さん、あるとこです。そういう状況で、その国葬をやったら、ね、統一教会が、ね、またその文鮮明とかメシアだっていうようなことになってしまうから。で、これね、メシアじゃないっていうことを、なぜ、明確にしようっていうことでね、今、配信を始めました、俺が。ハリステーションさん、ハルトプレスありがとうございます。